流産の手術終わったんでしょ。さっさと帰って夕飯の支度しろ。お母さん、今日だけは勘弁していただけないでしょうか。子供もろくに育てられない女が余ったれたこと言うな。お医者様にも3日間は安静にしているように言われたんです。医者は何かあったら自分の責任になると嫌だから大げさに言うもんなのよ。真に受けるバーカがいるか。私だって我が子を失ってショックなんです。たけしの子だと思って楽しみにしてたのに、ショックなのはこっちよ。申し訳ございません。でももういいわ。え？たけしの妹に子供が生まれたの。リカさんが妊娠してたことすら知りませんでした。あんたに言うわけないでしょ。いたずらでもされちゃかなわないからね。そんなことしません。同じ妊婦ならいろいろとお話もできたのに。妊婦のなり損ないが何言ってんだか。その言い方はあんまりです。うるさい。一人も産んでないくせに偉そうに立てつくんじゃないわよ。次こそ元気な子を産みます。あんたに次なんかないの。孫は娘が産んだ子で十分。そんなこと言わないでください。私だって子供が欲しいんです。勝手に産めばいいでしょ。外から来た嫁が産む子より自分の娘が産んだ方が100倍可愛いわ。たけしさんの子でもあります。流れたくせに何言ってるんだか。いかにも私は母親ですみたいなこと言っちゃって笑わせるんじゃないわよ。すみません。同居してる以上あんたはうちの嫁なんだから家事をサボることは許さない。では何か出来合いのものを買って帰ります。それで勘弁してください。たけしのお給料無駄遣いするんじゃない。本当に体がだるくて料理は無理なんです。たくもう最近の子はすぐに弱音を吐くんだから。私が若い頃は産後すぐにでも家のことやってたけどね。わかりました。何か作ります。最初から黙ってそうしてればいいの。いちいち歯向かいやがって。腹の立つ嫁だよ。ごめんなさい。私はあゆみ、32歳の主婦です。たけしと結婚して3年目ですが、結婚当初から同居しています。義父は他界しており、義母と夫との3人暮らし。最初は明るくてサバサバしたお母さんだなと思ったのですが、いざ同居してみると嫁いびりがすごくて、夫のいないところではしょっちゅう嫌味を言われ精神的に追い詰められていました。そんな中、念願の妊娠が発覚。喜んだのもつかの間、お別れすることになりました。義母も夫も誰も寄り添ってくれない私は、この家で一体何のために生きているんだろう。次第にそう考えるようになりました。そんな私に義母はさらに追い打ちをかけるのでした。1週間後。はあ、孫ってなんでこんなに可愛いのかしら。目に入れても痛くないわ。リカさんのところに行ってらっしゃるんですね。お写真いただきましたが本当に可愛いですよね。あんたが喉から手が出るほど欲しがってる赤ん坊よ。そうですね。あんたまだまだ生まれないのに先走ってベビー服とか買ってたわよね。あ、はい、ご存知でしたか。あんたらの部屋で見つけた。勝手に入ったんですか。私の家だけど文句ある。でもそれにしても気が早いわよね。性別だってわからないのにベビー服だなんて。念願の子だったので街中で見つけてしまって我慢できなくて、つい全部もらったから。はい。あんたの子がダメになってちょうどよかった。服も無駄にならずに済んだし。お母さん、これはひどすぎます。いつまでも着ないものを持ってても仕方ないでしょ。今朝あんたが仕事に行った後部屋に入って取ってきた。もう娘の子に着させたわ。なんで勝手に。私だって子供は諦めてないんです。いつか我が子に着せたかったのに。もう諦めな。あんたの腹じゃ子は育たないの。今回のことで証明されたでしょ。お医者さんはまたチャンスはあるって。ないない。あんたの腹は工場の壊れた機械と一緒。何にも生産できないの。そんな言い方。それから出産祝いまだでしょ。落ち着いたらお伺いして渡そうと思ってました。100万ね。え？うちの初孫よ。それくらいしなくてどうするの。そんな大金私の一存じゃ決められません。たけしの了解ならもらってる。あとはあんたが銀行に行くだけ。本当ですか。
あんたはロボットと同じなの。言われた通りに動いて黙って家のことだけやってなさい。家政婦としてなら置いてやってもいいから。お母さん、私だって人間なんです。そんな風に言われれば傷つきます。だから何？知ったこっちゃないんだけど。わかりました、もう結構です。夕飯までには帰るからしっかりやっておくのよ。数分後、あなた今ちょっといいかな？どうした？お母さんが私の流産のこと悪く言うのよ。そりゃそうだろ。え？お袋だって楽しみにしてたんだぞ。俺もそうだ。なのにお前と来たら流しやがって。私がわざとやったみたいに言わないでよ。もっと注意してればこんなことにはなってないだろ。流産は私のせいじゃないってお医者さんも言ってたわ。慰めを真に受けるなよ。あなたが何も言ってくれないから私に気を使って黙ってると思ってたけど、腹の中じゃそんな風に思ってたのね。俺が一番最初に孫を抱かせてやりたかったのに、リカに先越されたよ。そんなこと言われても仕方ないじゃない。お前みたいなポンコツを嫁にもらった俺の責任だな。ひどい。子供もまともに産めないんだから、せめて仕事と家事の両立くらいしっかりやれよ。お母さんと同じこと言うんだ。当たり前だろ、孫を見せられないんだから。家政婦として献身的に家族に尽くすのが道理だろ。あなたも私のことを家政婦だと思ってるの？いや、違うな。何よ。男の欲望を処理する家政婦だな。なんてことを。とにかく俺もおふくろもお前にはがっかりしてるんだ。見直してもらえるよう努力するのがお前の仕事なんだよ。子供はもういらないの？別にどっちでもいいや。おふくろも理科の子で浮かれてるし、二番煎じじゃ可愛がってもらえないし。そんな目的のために産むんじゃないでしょ。お前は今まで通り仕事して家に金入れて家事をする。それでうちはうまく回ってるんだから。あなたの考えはよくわかった。今夜はすき焼きな。すき焼きね、わかったわ。楽しみにしてて。やったー、お袋も喜ぶぞ。数時間後。このバカ嫁がふざけたことしやがって。すき焼きのお味はいかがです？これのどこがすき焼きよ。私とたけしの下着が割り下で真っ黒よ。肉を食べさせるのがもったいなかったんでパンツ入れておきました。こんなことしてただで済むと思ってるわけ？ただで済まなくて結構です。これラコールで5000円もしたのよ、高かったのに。いい出汁出そうですね。ふざけるな、リカに子供ができて自分にできないからって悲願でこんなことしたんでしょ、器の小さい女め。リカさんに子供が生まれて私も助かりました。はあ？今のお母さんの関心事は孫だし、これで心置きなく離婚して出ていけます。離婚だなんて許さないわよ。なぜですか？私のことお嫌いでしょ。いなくなったらすっきりするんじゃないです？あんたがいなくなったら家のことは誰がやるのよ。ご自身でどうぞ。たけしさんは家事一切しませんからね。お母さんの負担がすごいことになるのは明確ですね。あんた今どこにいんの？この短時間で実家には帰れないでしょ。友達の家です。浮気ね。はい。男のところなんでしょう。そうに決まってる。じゃなきゃたけしを捨てて出ていくはずがないもの。すごい想像力ですね。慰謝料請求するわよ。請求するのはこちらです。はあ？昨日離婚に有利な情報がないかと家のパソコンを覗いたら、スマホと同期されてるアカウントに浮気の証拠がたんまりありました。たけしが浮気？もしかしたら外で子供作ってくるかもしれませんね。よかったですね、お孫ちゃんが増えて。めかけの女なんてダメよ。そこはこだわるんですね。まあもう私には関係ないですけど。あんたの稼ぎがなかったらこれからどうすればいいのよ。私の稼ぎなんてせいぜい月に20万くらいですよ。さほど影響ないでしょ。たけしが30万よ。合わせて50万でいい生活ができてたのに、あんたがいなくなったら私の年金に手をつけなきゃいけなくなるわ。お母さん自分のお金は一切出しませんでしたもんね。よかったですね、
溜め込んだお金たちがやっと活躍できるじゃないですか。やだ、使いたくない。お墓にお金は持っていけませんよ。またたけしの世話をするなんて、老後くらいゆっくりできると思ってたのに。たけしさん好き嫌い多いですからね。肉も国産の高いサシの入ったやつしか食べないし、本当我が家のエンゲル係数上げてくれてました。無理だわ、お金がいくらあっても足りない。愛する息子のためです。惜しみないお金と愛情を注いであげましょうよ。戻ってきなさい、今ならまだ許してやる。許す？誰が誰をです？私があんたをでしょうが。ご冗談を。許しを請うのはそちらでしょ。なんだって？流産して苦しむ私に暴言を吐き、無理やり家事をさせ、宝物のベビー服を奪った。これに対する謝罪がまだありませんが。わかった、謝るわ。いろいろとごめんなさい。許しませんけどね。くっそー、この女。たけしさんからの着信が鬱陶しいんですけど、やめるよう言ってくれません？隣で怒ってるのよ。すき焼き楽しみにしてたのに、パンツだから。そうだ、早く食べないと冷めますよ、せっかく作ったのに。食えるか。3年間たっぷりいびっていただきありがとうございました。最後に思いの丈をぶつけられてすっきりしてます。こっちはすっきりしない。あとは弁護士を通してください。2人とも永遠に関わりたくないので、ブロックしますね。待ちなさい、話はまだ終わってないのよ。そうでした、話は確かに終わっていませんでした。でしょ、考え直してくれるわよね。すき焼き鍋の底に2年前に冷凍したお肉沈んでるんで、よかったら食べてください。食えるわけがないでしょ。ねえあゆみさん、返事して。もうブロックしたの？一緒にすき焼き食べない？作り直すからねえってば。後日談。その後弁護士を通して離婚が成立しました。たけしは私と離婚して浮気相手に乗り換えようと離婚に同意したようですが、どこの誰が好き好んで68歳の姑との同居を前提とした結婚をしたがるでしょうか。案の定女性には振られたそう。もちろん2人には合計で400万の慰謝料請求をさせていただきました。義母はたけしの世話でてんてこまいの毎日のようですね。洗濯にアイロンがけや食事の世話まで、やることがたくさんありすぎてのんびりとした老後とはいかず、お孫ちゃんにも会えていないそうです。貯めていたお金もたけしの浮気で慰謝料として貸したおかげですっからかんになり、たけしの食費を稼ぐために定食屋でパートをしているみたいです。私は新しい生活をスタート。いつかまた我が子がお腹に来てくれる日を夢見て頑張って生きていきます。